静かにと言いながらその声の大きさ、あなたは余梅の何も分かっていない。起きていたのではありません。あなたの声の大きさのせいで目を覚ましたのです。何のお話でしょうか。奥ゆかしくない方は私の好みではないのです。お引き取りを願いたい。私で遊ばないでください。やれやれ、まったくあなたは困った方だな。そうですか。いいでしょう。抵抗ね。まあしてもいいのですが、魔王の娘というのはどんなものか私にも興味がないわけではないのですよ。そうですか。期待しておくことにしましょうか。あなたはよほど飢えていたのですね。この屋敷に彼女を連れてくるように仕組んだのはあなたですね。愛する男に再び抱かれるためならば